われたスターのゆえずき、アイドル VTuber の星持すいせいです。すいちゃんは悩み事があります。それは口笛を吹けない。今まで口笛を吹けた試しがない。もうね、そろそろ春が来るじゃないですか。てかもう春かほぉ、吹けちゃう。え、今のすいちゃんの口笛、鳥さんにそっくり、本物かと思ったって、女の子だと認めたいわけですよ、すいちゃんだってね。だから今日は口笛を吹けないそこのあなた、女の子にモテたいそこのあなた、口笛を吹けるようになればきっと女の子にモテるはず。知らんけど、すいちゃんと今日は一緒に練習していきましょう。はい、いきますよ。下前歯のちょうど中央部分、歯茎と歯の境目じゃなくて軽く押し合ってます。口を少しすぼめて空気の通る穴を作ります。さらにそのまま上の前歯と下の前歯の先端の隙間を1センチ程度開き、口内の空間を確保します。ここまで準備ができたら、その状態のままでヒューヒューヒューと3回ヒューと声に出して発音してみてください。声に出すのね、最初は。わかりました。ヒューヒューなんかちょっと雑魚臭くてやだ。ヒュー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 。で、正しい位置に舌を固定し、唇を少しすぼめてヒューと発音することで、声と同時に口笛の音に似た風切り音のような音が聞こえたなら大成功です。ヒューヒューヒュー。で、ここまでできたらあとはひたすら慣れるのみ。マジか！こっからずっと練習しろってことね。ある程度感覚がつかめてきたら、今度は実際に声には出さずに同じ要領で息だけを出してみましょう。こそこそ話をするイメージでヒューと囁いてみてください。わかりました。長い練習の末、やっと頬吹け曲ができるようになりました。みんな聞いてください。いきますよ。頬吹け曲。いや、すいません、ズルしました。あー、大変だな、口笛ってめっちゃ大変じゃない。ちょっとあんまり大変すぎてさ、あの録画時間が今1時間超えたから、そろ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 止めるわ。劇的な変化とかなくて申し訳ないけれども、皆さんは吹けるようになったかな。スイちゃんが吹けるようになったらみんなにまた報告するね。毎日練習する。毎日練習して頬ほけ曲吹けるようになって、女の子の心を射止めるように頑張る。みんなも頑張ってね。すでに吹ける人、この動画はスイちゃんが苦労しているのをただ楽しんで見てください。見てくれてありがとうございました。今日もいい夢見られますように。じゃあねー。